エレーナ・ビクトロブナ・ベレズナヤは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。2002年、ソルトレークシティオリンピックペア金、メダリスト、1998年長野、オリンピックペア銀メダリスト。1998年、1999年世界選手権、優勝。パートナーは、アントン・シハルリドゼ。アクセントを超音で書くと、 性のロシア語の発音は、ビリジュナーヤのようになる。女性型が同じ綴りになる、別の言葉があるが、アクセント位置が異なる2001年 GP ファイナルでの、ベレズナヤと、シハルリドゼ1977年ネビンノムイスクに、生まれ、6歳でスケートを始める。スケートを始めて、すぐに、天性の才能で存在が知られるようになる。1990年に、モスクワへ移り、 オレグシリアホフ特務、ペア競技に取り組む。1994年に開催されたリレハンメルオリンピックではラトビア代表として出場し、8位の成績を残すもシリアホフとベレズナヤの関係は決して良好なものではなかった。その理由は両者の性格上の不一致であると言われている。1996年。 サイドバイサイドのキャメルスピンの練習中、シリア・ホフのスケートの歯がベレズナヤの頭部を損傷するという事故が発生。ベレズナヤは手術によって回復に向かったが、この事故のため一時ベレズナヤに言語障害が発生した。この事故をきっかけとしてベレズナヤはシリア・ホフとのペアを解消した。かねてからベレズナヤを心配していたアントン・シハルリドゼは病院に駆けつけ、 彼女と新たにチームを組むことを決心した。同時にシハルリドゼはマリアペトロアとのチームを解消した。サンクトペテルブルクに拠点を移してスタートしたシハルリドゼとのチームは成功し、1998年の長野オリンピックには優勝候補として挑んだものの、ショートプログラムでシハルリドゼが転倒して3位となる。フリープログラムでも 最後のリフトを失敗して転倒したものの2位。ただしこの時の彼らの芸術点は、ジャンプの失敗にもかかわらず、ほとんどが5.9という非常に高い評価を受け、総合でも2位となり銀メダルを獲得した。長野オリンピック直後に行われた1998年世界選手権で、念願の初優勝を果たし、以後チームはペア競技の最強チームの一つとして認知されるようになる。 2002年のソルトレークシティオリンピックでは、ショートプログラムで1位となるも、フリースケーティングでは、シハルリドゼが、ダブルアクセルの着氷でミスを犯す。一方、ライバルのサレーペルティエ組は、ノーミスで演技を終える。二組は接戦となるが5対4で、ベレズナやシハルリドゼ組が、金メダルを獲得した。ところが、当時の旧採点システムは主観を優先したもので、あったため、 ノーミスであったサレーペルキエ組が優勝できないのはおかしいという世論がカナダとアメリカ合衆国において盛り上がった。北米マスコミによるメディアスクラムの中で行われた国際スケート連盟の会合の席でフランスの審判員がアイスダンスでマリナー・アニシナグーエンダル・ペー・ゼラ組を優勝させてもらう見返りとしてペアではベレズナやアンドシハルリドゼ組を勝たせるよう フランス連盟会長から言われていたとの報道がなされ、事態は過熱していった。結局は、国際スケート連盟の裁定によって、サレーペルティエ組にも、金メダルが与えられて事態は収束した。この経緯については、2002年ソルトレークシティオリンピックのフィギュアスケートスキャンダルの項目が詳しい。彼女のチームと、サレーペルティエ組をめぐる論争は、結果として、 国際スケート連盟に新採点システムを導入させることとなった。新採点システムはジャンプにおける着氷のミスをそのまま順位に反映させるよりは演技全体の質を総合的に評価する形に変わった。新採点システム導入の結果、フィギュアスケート競技がジャンプだけでなくスピン、ステップ、プログラム構成、スケーティング、 音楽表現など様々な側面から多角的に評価されるようになった。2008年にスティーブン・カズンズとの間に男の子を出産。その後、女の子も得たが、2013年に離婚成立。SP2、FS1 位となり優勝したが、競技後のドーピング検査で、エレーナ・ベレズナヤの服用した風邪薬が陽性と判断され、優勝記録の剥奪と3ヶ月の競技会。 出場停止処分となった。ありがとうございます。